Hey, what's up? 山本です。私は今インドネシアバリ島に来ております。昨日バリ島到着いたしまして、昨日はフェアフィールドバイマリオットバリレギャンというホテル泊まっておりました。昨日の金額がかなり底値だったみたいで、めちゃくちゃ安かったですよ。3800円。そこから大体ポイントが2000ポイントぐらいは返ってくるんじゃないでしょうか。ご覧のようにプールもあるし、値段も安くて最高のホテルでした。本日お届けする動画もホテルレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー、私山本が旅の情報をホテルレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日宿泊するホテルはアロフトバリクタアットビーチウォークというホテルになります。アロフト系のホテルということで、おそらくおしゃれな内装なんじゃないかなと勝手に予想しております。この後はグラブ呼んでホテルに移動しようかなと思います。インドネシアもタクシーかなり安く移動することができます。ちなみに空港からそのままタクシー乗るとかなりぼったくられますので、お気をつけください。昨日私は空港の敷地の外に出てバイク2台をチャーターして移動しました。なのでここまでだいたい400円とか500円ぐらいで移動できまして、空港にいたタクシーのうんちゃんにホイ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 ついてると3000円とか4000円とか取られると思いますので、皆さんお気をつけください。空港の外に出てグラブとか拾ったらかなり圧縮されます。金額がめちゃくちゃ安くてびっくりです。それではこの後グラブで移動しましょう。果たしてどれぐらいで移動できるのでしょうか。ここも名残惜しいんですけれども、次のホテルに期待したいと思います。それでは行ってきます。このホテル全然悪くないよね。昨日3800円、ありえないぐらい安くて大満足でございます。今いるフェアフィールドからアロフトまで33000ルピアということで、だいたい日本円で300円ぐらいです。めっちゃ安いですよね。それでは呼びます。すぐ来てくれるかな。お、いっぱいいるじゃん。こりゃすぐ見つかるでしょ。だいたい5分ぐらいで到着予定です。本日はこの車に乗ってホテルに移動いたします。もうすぐ車到着しますので、外に出て待ってましょうか。それにしてもグラブこんだけ早く見つかると楽だわ。本日はこの車で向かいます。日本に見たことないな。一応トヨタ車です。 Thank you. バイバイ。なんかプーケットのビーチ沿いみたいな感じもするな。一回だけプーケット行ったことあるんですけども、こっち側に海があって反対サイドにレストランとかあったような、そんな感じがしたので。ベルキュルホテル、もう間もなく到着かな。ショッピングモールかな。結構人いっぱいいて、ザラとかも入ってるみたい。ちなみに渋滞にはまってノロノロノロ運転しかできてない。さて到着いたしました。チェックインいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。おしゃれ、やっぱアロフトおしゃれだね。こんな感じのエントランスになっております。ただ今チェックインの手続き中なんですけども、なんと見てください、アイスいただいちゃった。ありがたいね、こういう粋なサービス結構好きよ。アイスいただきます。ストロベリー味かな。ん、スイカ味のアイスキャンディー、美味しいわ。スイカをそのまんまアイスキャンディーにしたって感じ。これもそのままか。本当にスイカそのものの味がすごい。なぜだかお偉いさんと名刺交換することになってます。 Yes, it's my name card. Thank you. Yeah, thank you too. Thank you. I enjoy your stay. Yes, thank you. ありがとうございます。オペレーションのディレクターの方と名刺交換させていただきました。いろいろと個人情報載っていると思うので、これくらいにしておきましょう。それではもうチェックインの準備が整ったみたいなので、スタッフがずっと僕の方を見ております。それではチェックインしていきます。アイス美味しかったです。 And you are entitled for the late checkout. Maybe would you like to use your checkout until 4pm? Yeah, 4pm. Yeah. So when is open this hotel? We just opened this month at the April 1st. April 1st? Yes.This month. New hotel. This is a really great new hotel. And then for the breakfast, we'll be start from 7 to 10 a.m. It's called Depo Restaurant on the first floor. First floor. We'll be the same floor as your room. Your room will be on the first floor as well. Okay. And then our pool, our facilities such as pool and the gym will be on the first floor. Okay. But pool close at 7 p.m. 7 p.m. Yeah. What time is start pool? Start at 8 a.m. 8 a.m. Okay. Yes.And for gym, open 24 hours, but you need your room key. Okay. Yeah. Is this your first time in Bali or you've been here? Yeah, Bali is first time.
I've been to over 60 countries. Oh, wow. Yeah, but Indonesia is the country. Oh, wow. Can I use this drink ticket today and tomorrow? Also, you want to redeem it? Oh, may I sit? Of course. Okay, so you can redeem twice, yes, you can. Yeah, so I can choose two drinks? Yes. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Two drinks, and you can redeem, you can take away also. Mm-hmm. Okay. For the drink. Mm-hmm. Okay. And also, if you need anything, mm-hmm. we have a bar code on our TV and channel 1. You can just get it about our hotel information. Or you can call the operator. Mm-hmm. Just press 1 mm-hmm. with me, Helen. Okay. Thank you so much. Thank you too. さてチェックイン完了いたしました。いろいろともう話このノンストップでお伝えしたんですけども、聞いていろいろびっくりしたね。もう何びっくりしたこと話そうかな。もう予約するときに新規オープンって書いてあるんですよ、このホテルで。いつオープンなのよって聞いたら4月1日だと。ちなみに今日は4月28日なんですよ。なので今月オープンしたばかりのホテルみたいです。知らなかった。そしてこのホテルのベネフィットいろいろと聞いてみたんですけれども、上からのギフトで500ポイントまたは朝食なんですよ。プレチナ以上の方は、ゴールドの方は朝食特典ないのでおそらくポイントだけにはなるんですけども、ポイントと朝食どっちか選ぼうかなと思ったんですけど、実は今回のプラン、朝食とドリンク付きのプラン、これがあったんですよ。日本円でだいたい500円ぐらいしか変わらなかったんですよね。であれば、もし朝食なしのプランで予約していればポイントか朝食なんですけれども、もし今回のプランで予約していれば500円ぐらいプラスにはなるんですけれども、ドリンク2杯と2名分の朝食ついてきて500円アップなんですよ。どっちにしようかなと思ってたんですけども、このドリンク付きの方で予約させていただきました。1人なんですけども2つ飲めるんでしょうね。ただ朝食はどうなんでしょうね。1人しかいないので誰か泊まってくれる人がいれば使えるとは思うんですけども、こういう時はあれですよね、リアルタイムで情報を発信してれば、例えばバリ島住んでる人朝食無料でおごりますぜみたいなことできるとは思うんですけども、どっちの方がいいんだろうな、わかんねえや。とりあえずチェックイン終わりましたので、この後1階の紹介してお部屋行ったりだとか紹介しようかな。あとは先ほども言いましたショッピングモールに隣接しておりますので、何か買いたい食べたい、そういう時めちゃくちゃ便利かな、そんな気がします。ちなみにアロフトホテルでは基本的にお部屋のアップグレードはやってないです、上級会員でも。ただ中には例外もありますので、以前私がカン君のアロフト行った際はアップグレードされたりだとか、基本的にアップグレードありませんので過度な期待はしてはいけません。それではチェックイン終わりましたので行きましょう。フロント横にはちっちゃな売店ございます。中に置いてるもの、ここアイスコーナー、めっちゃおしゃれだな。スイカアイスとかキャラメルアイスとか、これもバニラチョコレートアイス、バナナアイスとかいろんなアイス売ってまして、この柱の向こう側にもまだあるんですけども、ビールだったりだとか各種ドリンクいろんなの揃ってる。ほら見たことないやつまであるよ。ハングルだ、これなんて書いてんだろう。セブンデイって書いてますね、ハングルで。そしてお水やら炭酸水やらなどなどありまして、他にはカップ麺とかと売ってます。キャンディーとかポッキー持ってる。うわポッキーだ、日本のやつかなこれもしかして。あ違うか、インドネシアかタイか現地のポッキーかな。ポッキーが売ってました。表面は完全に日本と同じもの。そしてこのスペース、ラウンジスペースになっております。ラウンジ言うても無料で使えるというよりかはドリンクであったりフードはオーダーしなきゃいけないと思うんですけども、そういったラウンジ用意されております。アロフトなのでめっちゃおしゃれ。ほらこれ何かわかります？レコード的なやつ、もちろん本物のレコードではないんですけども、レコードを模したもので、これを覗いてみると各種カクテル、 K-POP カクテルだとかいろんなのあります。ほらほらいろんなメニューがあって、こっちもメニューかな、これもこれでおしゃれやな。ほら食べ物もここで売ってるみたいですね。こんな感じです、いろんなメニューがあります。ケーキとかもあるのか、デザートやらなんやら。ちなみにここのバーコーナーで今回の特典ではない、今回のプランについてきたドリンク2人分飲むことができます。そしてここら辺ソファーいっぱいあるんだけども、やっぱおしゃれなんだよ一つ一つが。さすがアロフトといったところでしょうか。
そして見てください、ビリヤードあるんだけども、一人でビリヤードやっても悲しいしな、そして一人でやったところで僕そんなにビリヤード上手いわけでもないので見るだけにしておきましょう。それではこの後お部屋行きます。お部屋行こうと思ったんだけども、すごいね、サメすごい、もちろん本物ではないんですけども、すごい迫力。Let's go. The left is our gym. Mm-hmm. Yeah, our gym. Oh. So? Mm-hmm. Thank you. さてこのフロアジムがあるんだけども、ジムもおしゃれだな、きらびやか、すごい、ほらドリンクのサーバーとかもあったり、タオルもあったり、ダンベル、バランスボール、いろんなの揃ってる、いいねここ、ヨガマットもあるし、はい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 、トレーニングしたいんだけどな、ただ編集とかいろいろやることがあるので落ち着いたらやろう。こんなこと言ったらいつまでたってもできねえよな。壁の一つ一つもおしゃれよね。Uh-huh. Peaceful restaurant for breakfast tomorrow morning. Only breakfast. Breakfast, lunch, dinner. Ah, all time. Mm-hmm. What take video? Yeah. ここがレストランブースになってて、朝食も昼食も夕食も全部やってると。Outside も。へえ。外で食べることもできるみたいです。Is it entrance? This is pool. Pool. Ah.ここがプールか、yeah. はいはいはい、わ、いいね、いい感じのプールじゃんこれ。あ、しかもプールアクセスのお部屋もあるのか。もしここ泊まりたい方は多分ここで予約しないと取れないな。僕はあいにく一番安い部屋を予約して、かつアロフトは基本的にアップグレードやってないので多分この部屋ではないでしょう。ここら辺の雰囲気もいいね。ショッピングモールの中にあるホテルなんだけども、これはいいわ、いい感じじゃん。このお部屋がもっといい感じよね。プールサイドでここにシャワーがあったり、あちらの方からも出入りができるそうです。本日はこちら176号室になります。このようなお部屋です、すごいね。 Yes? This also we have some... Oh, thank you so much. Yeah. いたれつくせりだね。改めて部屋の中紹介いたします。入ってすぐ左側、アイロン台とバスローブございます。いいですね、アイロンもしっかり最初からここにあるのか、珍しいわ。この下がこれがランドリー関係の袋、プライス表、あとサンダル、ビーチサンダルがありまして、金庫がございました。姿見がここにございまして、このエリアですが、お水が4本ございます。あとはコーヒー関係、ポットなどございまして、この下が冷蔵庫です。冷蔵庫は中空っぽになっております。ボトルオープナーがここにあるということなので、これかな?これを使って開けろっていう意味かな?うん、多分そういうことだと思います。ゴミ箱、スーツケース置く台があって、これは引き出しないね。でソファーがあって、テーブル、先ほどいただいたもの、マジですごいわここ。そしてベッドがございますと。そしてここに消毒用のアルコールシート、時計などでございまして、 USB ポートのみございます。ここ USB ポート、コンセントは枕元ございません。反対サイドはどうでしょうか。反対サイドにコンセントございました。電話メモ帳がここにございました。そしてこれテレビなんですけども、初めてかもしれない。何が初めてかっていうと、ここにあるけど動くのよ、これほらこうやって。なので寝ながらテレビ見るときもこれ便利よね。なので今までありそうでなかった感じがする。こんな感じのテレビがございまして、そして本日の部屋バルコニー付きなんですよ。バルコニー付きで、外を出てみましょうか。こんな感じです。バルコニー。プール、目の前のお部屋はあるんですけども、今回は残念ながらこのお部屋です。まあ、でもこれでも十分いいよね。いい感じですわ。
なのでこれおしゃれやね、ここすごくいいわ。こんな感じのお部屋。そして続きまして水圧チェックであったり水回り見ていきましょう。どんな感じの水回りになっているのでしょうか。水回りですがこんな感じです。歯ブラシであったりヘアゴム、あとは綿棒であったりコットン、タオルございます。石鹸はこの固形石鹸と、あとはハンドソープここにございまして、この下にドライヤーです。そしてタオル、おふかふかタオル、いいね、さすが新築ホテルです。トイレはこんな感じです。シャワーブースがございまして、残念ながらバスタブはございませんので、バスタブ派の方には残念なんですけども、このシャワーで我慢してください。ヘッドシャワーとハンドシャワーがあるんですけども、ちなみにシャンプーはこんな感じです。それでは水圧チェックいきましょう。ヘッドをこっちに向けて、せーのドン。悪くないですね、全然問題ない。今日はウェルカムスイーツいただいて、マカロンやらクッキーやら何やらいろいろありがとうございます。そして今日も今日でメッセージカードいただきました、ありがとうございます。アロハミサダイキヤマモト、ウェルカムトゥアロフトバリクタ、サンキューフォービーイングロイヤルトゥマリオットボンボイアズアワープラチナムエリートメンバープリーズエンジョイアワーサシアンダーサウジ、飲めねえなこれって書いてます。バズアズバズアズアップトゥメイクユアステイウィズユアメンバー、読めない拙い英語でごめんなさい。とりあえずいろいろといただいたよっていう話でした。せっかくなのでいただきましょうか。全部はきついな、今そこまで甘いものの気分じゃないので、一つずつだけ食べようかな。残りは明日冷蔵庫に入れて食べたいなと思います。本当にすごいよねこれ。マカロン、ヘッドホンの部分だけかなと思ったら、この真ん中のつなぎの部分、これもチョコレートなのよ。びっくりした。まずこれからいこうか。これね、バランスすごく難しい、支えるの。だからもう下ろしますわ、こっちに。クッキーかな。うん、いいね、しっとり系のクッキー。牛乳めっちゃ飲みて、牛乳飲みたくなる味、美味しいです。マカロン結構でかいよ、このマカロン。中はこんな感じのマカロンでございます。いただきます。いいね、このマカロンの独特のこの生地っていうのかな、これ美味しいわ。そして甘すぎないのがいいね。時々あるじゃないですか、やたら甘いマカロン。これはそこまで甘くないのでちょうどいい。うん、本当にチョコレートだ。この部分をいただきます。それではこの後は隣ショッピングモールなので、ちょこっと散策してこようかな。どんなお店があるんでしょうか。先ほど現地寿司があるのは見えました。それでは行ってまいります。外に出てきました。部屋の中寒すぎたんでちょっとレンズク持ってましたわ。隣がショッピングモールだからいいよね。1500ルピア、卵、マグロはいくらだろうか。マグロ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 はどこだ。マグロ、え、マグロ刺身はある、あとツナ24000ルピアです。この24000ルピアがいくらかパッと計算できねえな。ちょっと確認してみますわ。元気寿司、お寿司以外にもう丼もあるのか、いいね。そしてマグロが24000ルピアということで、計算したら大体220円ぐらいです。そこまで高くないな、思ったよりは。こっちの物価で考えたらかなり高級な部類には入るとは思うんですけれども、よく海外のお寿司屋さんもっと高いところあるのよ。せっかくだから入っちゃうか。まさかまさかの元気寿司、食べる予定じゃなかったんだけどな。まあいいや。ちなみに注文はこの QR コードをスキャンして注文するということだったので、早速スキャンしてみます。スキャンすると何が出てくるんだろうな。お、このスタイルで運ばれてくるんだ。接続できました。メニューここら辺に貼っておきますので一緒に見ていきましょう。ドリンクのメニューからです。ドリンク、あ、お茶
ホットお茶、お茶ってそのまま書いてるのか、すごいね。あ、これは、あ、いいのか。いろんなドリンクがあって、プロモーションメニュー。わあ、すごい、いろんなメニューあるね。はいはいはい。あ、カレーもある。いいじゃん。オムライスか。オムライスペアを今やってるってことかな。握りのメニューはいっぱい。え、すげえ。プラントゴールデンコロッケ握り。いろんなのあるね。盛り合わせ。やら、エビやら、なんやら。おぉ、いっぱいあるわ。わ、これサーモンの炙りの上にイクラがちょこっと乗ってる。炙り牛肉。マグロもあったりだとか。いいね、いいね、これ。あ、あ、はいはい、カニカマとかもあるし、卵もあるし、お、卵の種類めっちゃ豊富じゃん、これ。ブラックペッパー、明太子ソース、スパイシーマヨ、チーズ、しかもトリプルフレーバー。うわ、いいじゃんこれ。お稲荷さん、フライド豆腐スキンっていうんだ。軍艦。イクラはやっぱり高いね。しゃあないか、このご時世だし。ポケ、ポケ、はあ、スパイシーサーモン軍艦。いろんな軍艦メニューがあります。巻き物、おお、いっぱいあんね。はい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 。これ日本のお寿司屋さんよりもメニュー豊富じゃねえと思っちゃうのは私だけでしょうか。そして刺身メニューもございます。ツナ、マグロのたたきもあんの。すごい、卵の刺身まであるよ。おい、アペタイザー、おお、味噌汁、茶碗蒸し、いっぱいある。サラダやらなんやら。いいじゃんこれ。枝豆、うわー、ガーリック枝豆、絶対美味しいじゃん。フライメニューもいっぱい、超メニュー豊富じゃんこれ。うわ、このポテト絶対うまいよ。餃子、たこ焼き、チキンカツ。ちなみにここイスラムの国なので豚肉はございません。チキン照り焼き、うお、サーモン、焼き鮭もあんの。カットステーキ、で、丼メニューいっぱいあんじゃん。お肉メニューもあれば、ラーメン、うどん、いっぱいあるよこれ。すごいね。うわ、すごいわ。あと最後がデザートです。デザートも豊富、すごいねここ。到着しました。上から来ると思ったら下から到着で、これを取ったらボタンをポチッと、ここにボタンがございます。これで完了です。到着しました。今上から来たので、上から来るのかなと思ったらまさかの下からでした。本日はマグロと卵だけにしました。他にも食べたいものいっぱいあるのでほどほどにしました。ちなみにお皿ほっかほかなので、この点だけちょっと気になるな。ちなみにわさびは入っておりません。自分でつけますが、わさびはこんなスタイルです。あ、香りがすごいねこれ。さて、どんな味でしょうか。マグロはまあ至って普通のメバチカツ、キハダって感じかな。いただきます。うまいね。シャリがなんだか日本のお寿司屋さんのシャリとはちょっと違うかもしれないんですけども、マグロ自体は美味しいよ。あ、そうか、こっち来てから意外にジャポニカ米みたいな、インディカ米みたいな細長いお米じゃなくて、日本で食べるにはああいうお米があるんですよね。多分そのお米使ってんのかな、そんな気がします。卵3種類アソート、ノーマル卵、卵間違いないね。チーズ卵、炙りマヨだった、これも美味しいね。炙り明太、全部美味しいわ。やっぱ卵いいね。久しぶりに卵食べたけども、元気寿司さんありがとうございました。ちなみにこの2皿で皆さんいくらだと思いますか。なんと600円弱する。意外に高いな。日本だったら250円とかそれぐらいですよね、卵3貫だったので。なのでこれ日本の外食安いじゃないですか。異常に安いのか、それともインドネシアの現金値が異常に高いのか、どっちなんだろうな。ごちそうさまでした。お寿司美味しかったな。めっちゃいい匂い、はい、さてだ食べる。さて、殺人的匂いよこれ。皆さんこれ1本いくらだと思いますか。これ1本3000ルピアするんですよ。3000ルピア。ちなみに3000ルピア、皆さん日本円でどれぐらいだと思いますか。日本円で
27円です。なので30円もしない。めちゃくちゃうまそう。買う。このサテ8本分がマグロ1皿と同じ値段です。すごいよね。日本で食べた方が安いぞ、あれだったら。もちろん日本のお寿司の方が美味しかったです。サテ楽しみ。これも買っちゃおう。クロッフル。クロワッサンとワッフル。あ、書いてあるここに。クロワッサン、ワッフル、クロッフル。しかも見てよ。1個8000ルピア。なので8000ルピアは日本円でどれぐらいかというと70円ぐらいです。めっちゃ安い。ちなみにバッテリーがあと 4% しかないので、先ほどのサテは一緒にクロッフルと共にホテルの中で食べとる。口が回らない。ホテルの中で食べます。これでクロッフルができるのか。すごいね。元の種がもう完全クロワッサンなのよ。出来上がりが楽しみだ。Thank you. ホテルに戻ってきました。今回の宿泊プランではドリンク、朝食2名分ついてくるということだったんですよ。ドリンク2杯飲めるんですけども、とりあえず今日1杯飲んで明日もう1杯飲もうかなと思ってます。アルコールカクテル、そしてアルコール以外はモクテル、あとは今回はモクテルじゃなくてもいいよとかでソフトドリンク選んだんですけども、フレッシュジュース、あ、今作るみたい。ちょっと見てこよう。フレッシュジュース頼んだんですよ。楽しみ。ちなみにもう決められなくてスタッフにアップトゥユーと任せてしまいました。なので多分マンゴーじゃないかな。グリーンマンゴー、マンゴージュースになる気がします。本当にフレッシュジュースだよこれ。少なくとも私は無理やりカクテル飲むよりかは絶対こっちの方が美味しく飲める自信があります。 This is the best mango for you. Thank you. お前のために新しいマンゴー切ってやるぜってことでした。本当にありがたい。Yes. Thank you.さて到着しました。まずジュースから飲もうかな。マンゴーパイナップルフレッシュジュース、ミックスジュース、絶対うまいじゃん。はい、美味しいです。最高、マジでうまいわ。それではさていただきましょうか。ちなみにこれ豚肉なんですよ。インドネシアイスラム教の人多いんですけども、聞いたんですよね。え、イスラム教なのに豚肉いいのって言ったら、ああ大丈夫、私ムスリムじゃねえからっていうことでした。そういうパターンもあるのかと改めて思いました。さて1本30円ぐらいです。シンガポール航空だとかマレーシア航空、中距離線以上のビジネスクラスだったりファーストクラス乗ったらサテ出てくるんですよ。マジでうまい。サテを食べるためだけにシンガポール航空のファーストクラスがスイートとか中距離線のビジネス乗るのも悪くねえな。いただきます。めっちゃうめえ、めっちゃうまい。サテだこれ。サテのソース、ピーナッツソース、これがまたうまいのよ。久しく食べてないな。動画やる前、 YouTube やる前にマレーシア航空の東京からクアラルンプールまでのビジネスクラスだったりとか、あとはエアバス380のクアラルンプールからロンドンビジネスクラス乗ったことあるんですけど、懐かしいね。懐かしいわ。クアラルンプール発着のマレーシア航空便も全然乗ってないや。 YouTube 始めた最初の飛行機動画、確かマレーシア航空だったかな。キャセイかマレーシアかどっちかだと思うんですよね。なのでその時代の動画知ってる方いますか。めちゃくちゃレベル低いやつ。あそこから僕はここまで成長しました。ただあれがあっての今ですけども、あれがなかったらなといつも思いますが、これ以上話すと長くなるのでやめます。マジでマジでさてうまい。最高だよさて。ちなみに今回さて5本、そしてクロッフル、これでいくらかというと2万3000ルピアなんですよ。つまり何が言いたいか、マグロ2貫よりもこっちの方が安い。でも、まあ、寿司って高級食材なんだな。いただきましょう。クロッフル、
クロワッサンかけるワッフルですよ。めっちゃうめえじゃんこれ。今回トッピングしてないんだけども、トッピングなくてもめっちゃうまい。あ、こういう食事の方がやっぱり僕は性に合ってるな。さて寝る準備が整いました。昨日は YouTube 始めてから枕チェック引っかかってしまいました。果たして今日はどうでしょうか。今まで本当に無臭だったんですけども、昨日はちょっと無臭とはかけ離れたウィニーでした。本日は無臭です。大丈夫です。ちなみに昨日、まあ、多少臭かったけども、気になるっちゃ気になるけども寝れないほどではなかった感じで、多分気になる人はすごく臭くて無理ってなるかもしれないですけども、僕は普通に寝ました。よし、それでは寝ます。おやすみなさいませ。おはようございます。朝になりました。朝食行ってきます。朝食会場到着いたしました。デポバイアロフト、ここで朝食いただけます。ランチディナー営業も行っております。それでは食べ物飲み物紹介いたします。まずここにあのお茶です。紅茶とライチティーかな。あとはフレーバーウォーターがあって、下ヨーグルト、ストロベリー、これがなんだ、ビッチャーモエスリー、わからない、ブルーベリーヨーグルト、そしてグアバとオレンジジュースがあって、上には牛乳が2つございます。ここにシリアルであったりドライパイナップルかな、これいろいろございます。そしてこちらがサラダです。これレタス入ってまして、各種野菜、ハムやチーズ、ドレッシング、そしてフルーツでメロンにパパイヤ、パイナップルございます。いいね、メロンもあるし。そしてこれは多分インドネシアの伝統的なお菓子なんでしょう、わからない、バカウーチョコレート、まあ、チョコレートだってことはわかるんですけども、こちらがクエ、読めない、これ色鮮やかなデザート、これも同じ、すごい色だよね。そしてワッフルにパンケーキ、パン、うわすごいなこのクロワッサン、普通のクロワッサンがあって超カラフル、何この色ってぐらいのカラフルなクロワッサン。そしてハード系のパン、食パンがあって、デニッシュ、マフィン、ここにはトッピング用のフルーツ、おそらくパンケーキであったりワッフルのトッピングではないかと思われます。これらございまして、他にはハード系のパンもございます。すごいなこれ、自分で切り分けるスタイル。他には各種トッピング、チョコスプレーとかのがレーズン、カラースプレー、ヌテラ、ピーナッツバター、ジャム、アイスのコーンがあるってことは、あ、やっぱりチョコレートアイスクリーム、ココナッツ、ストロベリー、バニラ、こんな感じ。いいね、朝からアイスあるのか、最高じゃん。ココナッツアイス、こちらがストロベリーアイス、そしてバニラアイスです。メイン料理紹介していきます。メイン料理はこちらにございます。スタッフの方から軽く説明を受けたんですけど、手前側が洋食、奥がインドネシア料理になってるみたいです。まず最初ですが、豆、そしてローストポテト、お、美味しそう、トマトモッツァレラ、ベーコン、ビーフソーセージ、これがおかゆ、おかゆのトッピングめっちゃ多い、これ全部トッピング。そしてこれがスナック、ポテチかな、あとエビせんみたいなやつ。そしてここからがインドネシア料理です。ナシゴレン、これは何て読むのかわからない、チキンの麺になってます。これはインゲンと人参の炒め物でしょうか。これがカレー、熱い、めっちゃ熱い鶏肉でした。続きましてシェフの実演のオムレツコーナーございます。トッピングも豊富、コーン、マッシュルーム、オニオンにネギに、これなんだ、グリーンマンゴーとかなかな、でこれ多分キュウリかな、いやナスだ。他にもチーズであったりベーコンなどのトッピングもございます。卵も新鮮そう。
Thank you. もちろんコーヒーマシーンもございます。一通り料理を持ってきました。まずはサラダ、レタスにトマト、チーズにサラミ、メロン、ドリンクはオレンジ、お水、牛乳、そしてワッフルにカラフルなクロワッサン、そしてこちらがナシゴレンに名前が分かんないんですけど麺料理、あとはチキン、ベーコンにローストポテト、トマトモッツァレラ、そしてオムレツいただきます。サラダからまずは食べたいと思います。箸があるのが嬉しいのよ。箸やっぱいいよね。まずはサラダですが、ごまドレッシングかな、ごまドレっぽいの見た目は。果たして味は、ごまドレだ、ごまドレッシング、うまいね。なかなか海外でごまドレッシング見ないからマジで嬉しい。うん、やはりシャキシャキで美味しい。何よりもごまドレッシングがマジでうまい。うん、チーズもいいね。いやマジか、ごまドレッシングこんな美味しいと思わなかったわ。それではオムレツいきます。もうこのまま箸で割っちゃいます。いいね、なんかこんな感じです。今回トッピングにトマトがなかったの残念なんですけども、美味しいでしょう。うまいわオムレツ。いいね、やっぱりどこの国で食べてもそこまでの外れはないので無難に美味しい。やっぱあ、これチーズすごいわ。チーズが後から追ってくるんですけども、このチーズの香りがたまらん。ポテイト、シンプルな味付け。昨日食べたポテトは結構ガーリックかかってたんですけども、これはそこまでガーリック感というかガーリックに乗ってないのでシンプルな味です。トマトモッツァレラ、トマト半分に切ってその上にチーズです。めっちゃうまい。トマトそのものも美味しいし、チーズ乗ってるし、ピザのような感覚でもちろん食べることができます。ベーコンカリッカリよ、これカリッカリ。久しぶりにカリカリベーコン食べたけど、カリカリベーコンうまいね。そして鶏肉辛そうだな。昨日食べた朝食の鶏肉が辛かったんですけど、これは辛くない、辛くない。これだったら食べられるぞ。あ、でもやっぱ辛いわ、後から辛い。辛いけどこれなら食える辛さ。続きまして名前わかんないんだけども、麺料理よこれ。昨日もあったね。いいね、パッタイのような味で麺ももっちもち。昨日食べた麺よりももっちもちだ。これ寒天のような食感ですよ、それぐらいもちもち。ナシゴレンもこのまま箸でいっちゃいます。ナシゴレン昨日のところと味違うな。かといってどう味違うのか分かんないんですけども、癖が全くないんですよ。そう、全部癖がないので、いや東南アジアなのちょっと癖が強い食べ物苦手だなって人でも全然食べられます。日本人好みの味じゃないかな。続きましてワッフルいきます。キャラメルソースかけてみました。サクサクだこれ、美味しいね。昨日屋台でクロップルっていうクロワッサンワッフル買ったんですけど、それとはまた違う王道のワッフル、これいいわ。ベビーカステラみたいな感じのライトな感覚で食べることもできそうだし、これいいね。すごい色だよな、カラフルクロワッサン。中こんな感じ、なんだろうな、普通のクロワッサンなんですよ。普通のクロワッサンで色がついてるところチョコレートフレーバーだったりストロベリーフレーバーって感じで、だってシンプルなクロワッサンといったところでしょうか。フルーツにメロンあったで持ってきたんですけども、多分これ硬いな。あ、ごめんなさい、僕が好きなタイプのメロンではないです。ガッチガチの日本のメロンをこっちの人食べたら多分気絶するでしょうね。全然違う硬いメロンでした。締めはアイスでしょう。アイスあるって嬉しいな。うん、うまい、アイスだ。こっち来たからアイス初めて食べたな。うん、いいね。アイス食べ終わったらお部屋に戻ってまたひたすら動画編集をレイトチェックアウトの4時まで行いたいと思います。本日も素敵な滞在をありがとうございました。チェックアウトいたします。マジでレイトチェックアウト助かりますわ。チェックアウトいたしました。もう一杯ドリンク飲めるのでフレッシュオレンジジュース。Sometimes, if not the season, a bit sour. If on the season, really sweet. Okay.
So, today's orange is sweet or sour? I don't know. Okay. But at least this is really fresh. Yeah. てなわけです。甘いオレンジもあれば酸っぱいオレンジもあるということで、今日のやつは分かんねえと。まずはこれ絞ってみないと分かんないよね。おお、いい色じゃんこれ。しかも4玉も使ってくれんのよほら。Smell. OK。匂いチェックしろと。It's I don't know. Let's try. Yeah. わかんねえわ、匂いだけじゃ。とにかく絞ってみないとわからん。ただ美味しいことには間違いない。多少酸っぱくてもグレープフルーツのような苦さがなければ僕は全然大丈夫。むしろそっちの方が好き。多少酸味ある方が。さてオレンジジュース到着いたしました。オレンジ4個分、果たして酸っぱいのかな、甘いのかな。いただきます。not sour, not sweet. Yeah. Because not on the season. Yeah. まあ何も砂糖とか加えてないので、なんだろうな、酸っぱくもないし甘くもないのよ。薄めのオレンジジュースって感じ。本日は4月1日に開業したばかりのアロフトホテル宿泊いたしました。びっくりしたよ、周りにも綺麗すぎるので。ここいつオープンしたのって聞いたら、え、4月1日だけどってことで、え、そんな近いの。今日は4月29日なので今月オープンしたばかり。ただこの動画が出る頃にはもう5月以降にはなってますけれども、アロフトバリクタアットビーチウォークということで、ビーチウォークというのが隣にあるショッピングモールになります。なかなか大きいショッピングモールですし、クタビーチ沿いにありますので、ホテル関係なくここら辺繁華街といいますか中心部の方になりますので賑やかです。そして私の大好きな屋台飯も売ってた、最高よね。ちなみに今回のホテルアロフトは基本的にアップグレード、上級会員でもないホテルなのでアップグレードされてないとは思うんですよ。で1泊あたり8800円になります。今回はその中に朝食2名分とドリンク2名分含まれております。ちなみに朝食ドリンクない場合は8300円ぐらいで宿泊することが昨日のレートではできたんですけども、ポイント上級会員特典ございます。500円の差で500ポイントと朝食ドリンクどうしようかなと思ったんですけども、まあ、どうせならドリンクも飲めるってことだし500ポイントもらえますし、500円の差であればこっちにしようと思って今回はこのプラン宿選択いたしました。本当に良かった、綺麗だしプールもすごくいいし、おもてなしもすごいしスタッフも親切だし、朝食も個人的にアイスあるの嬉しかった。あとごまドレッシングもあるし、本当にすごいいい滞在を行うことができました。本当はまだ痛いんですけども、この後も違うマリオットグループのホテルに移動しなければいけませんので、今回の動画はここで失礼したいと思います。本当にできたばっかりなので、おそらく日本人 YouTuber が紹介するのは初めてではないでしょうか。 YouTube は確認しました。ブログは正直わかりません。全世界の YouTuber 含めても数人しかアップロードしておりませんでしたので、新しいホテル皆さんバリ来た際泊まってみてはいかがでしょうか。本当にいいホテルでした。それでは今回の動画はここで失礼いたします。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。 Twitter、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。